最も水分が多いっていうのが中脊層なんですね。なのでだからどうしても腰に来ますね。ワイヤーで一旦切り離してもまたくっついてしまうから、濡れてるやつは全部急がないといけない。泥はネトネトしていて砂はサラサラしています。植物片とか土歴とか砂のパッチみたいのが入っていたりするので、そういうのをメモしていきます。何千年も地下にあったものなので空気に触れて酸化して色が変わってしまう。だから開けた瞬間が一番記録したいところ。やっぱ現場検証的なことが好きなのか、まあ、記録が時系列で残っていてうまいことすれば解き明かせるぞみたいな、そういうのが好きだったんですかね。